日輪の遺産は浅田次郎による長編小説である。1993年8月に青記者から刊行された。1997年講談社、2000年徳馬書店により文庫化。浅田次郎自身が若書きと評する初期作品だが人気は高く50万部を売り上げた。本作品の舞台となった陸軍玉加工賞の幼稚協会を示す。 標識本作品の舞台となった、九陸軍玉川交渉後の森1992年12月。目白パーマーが逃げ切り勝ちで大穴を開けた、有馬記念を、府中競馬場で奇妙な老人と共に観戦した、地上げ屋の庭は、不思議な縁により、老人から一冊の古い手帳を託された。その手帳に書き留められていた内容は驚くべき、ものであった。 府中競馬場から玉川を隔てて見える山林に莫大な財宝が隠されているというのだ。老人の死を知って現れた地元の大地主の金原は何かを知っているようだが、庭は同じく老人から秘密を託された福祉活動家の海老沢と共に、急に本軍とマッカーサー将軍が終戦前後に壮絶な奪い合いを演じた財宝の恐るべき秘密に迫っていく。マシュワ この絵師団所属のエディート軍人、阿南コレッチカ陸軍大臣、森久この絵師団長、田中誠一東部軍艦区司令官、杉山本第一総軍司令官、梅津義次郎参謀総長という軍の最高幹部たちから、とある密命を受ける。小泉和江中尉東京帝大を主席で卒業した大倉官僚、マシと共に極秘の任務に就く。 総長中国戦線で長く戦った人物で、モーゼル社の自動拳銃を愛用する。マシバの運転手として活躍。本名不詳。金原武蔵小玉氏の大地主で、元市議。悪徳不動産業者として知られる。財宝についても何かを知っている気配を見せる。庭明人お人よしの地上げ屋。バブル景気崩壊で建て売り、住宅の不良在庫を抱えて、金策に奔走中。 一角千金を狙って、競馬場に行き謎の老人に出会う。海老沢武蔵小玉市で、福祉関係の NPO を切り盛りする中年男。妻の浮気に悩んでいる。謎の老人の世話をしていた縁で庭と知り合い、財宝の秘密に迫ることになる。五十嵐中尉日系二世のアメリカ軍人。ダグラス・マッカーサーの通訳を務めるうちに財宝を巡る陰謀に巻き込まれる。 野口幸吉女学校の英語教員。財宝の秘匿作業に協力させられる。被災が女学校の生徒。交渉の近所の梨農家の娘。財宝の秘匿作業に協力させられる。女学生の旧長2011年、同じタイトルの日輪の遺産として、角川映画系で映画化され、日本で公開された。浅田二郎の同名小説を原作に、 太平洋戦争終戦末期、マッカーサーの財宝をめぐる極秘作戦に関わった帝国陸軍将校たちと20名の少女たちの運命が描かれた。監督は佐部清主演は坂井正人。キャッチコピーはいつかこの国が生まれ変わるために浅田文学の原点。復興に信念を貫いた4人の男と20人の少女たちの運命。 全国145スクリーンで公開され、2011年8月27、28日の初日2日間で公衆4422万220円、動員3万7062人になり、映画観客動員ランキングで初登場第11位となった。また、ピア初日満足度ランキングでは、第1位と高評価されている。 太平洋戦争終戦時には通訳の情報士官で、後には在日本米陸軍司令という将官にまで、上り詰めた日系二世の老人、いがらが取材に来ていた記者に向かって、郵送無歴術と書いてよこしたその際に、マッカーサーが厚木飛行場に到着して、日本初上陸後の東京へ向かう車中にて、私の宝、父の遺産はどこだと呟いたという。 一方日本では、例年のごとく、ある女子学園の卒業式に、毎年多額の寄付をしてきた老人がやってきて、戦時動員中に空襲で死んだ、女子生徒を痛む石碑を前に感慨深く眺め、教師をしている孫娘と、その婚約者に迎えられる。式の最中で、老人は誰にも聞こえぬ、誰にも見えぬ、旧陸軍。 この絵師団のマシバ少佐の姿と声を見聞きしたというや、いなや手招きされるように急成。老人は悪評を持つ武蔵小玉地域の大地主で、市議会議員も務めていた名士でもあった。妻の被災だが、マシバの手帳をもとに話し始める。物語は二人の語りで過去へと遡っていく。終戦間近の昭和20年8月10日。この絵第一師団のマシバ郎少佐と、 東部軍警備部の小泉重雄氏警中意らが、阿南コレチカ陸軍大臣、梅津吉次郎参謀総長、田中誠一東部軍司令官、森久子の絵師団長、杉山本第一総軍司令官という帝国陸軍トップらに固執され、重大な密命を帯びる。山下将軍がフィリピンで奪取した900億円ものマッカーサーの財宝を、 秘密裏に武蔵小玉の南玉陸軍火交渉へ移送し、隠徳せよ。その財宝は、敗戦を悟った阿南らが祖国復興を託した軍資金であった。マシバは小泉中尉と彼らの手足となる、も月総長と共に極秘任務を遂行。特攻の呼び出しから帰ったばかりの教師と20名の12から13歳の少女たちを、勤労動員先の武蔵野の電気工場から、 徴用して、五国反撃のための新型砲弾と言われて、財宝隠しに加担させられる。高等女学校では、球場でもある被災からの申し出スーちゃんという、女の子だけが貧血で休んでいるよう、休んでいる間は、本でも読むように、と、車輪の顔を手渡されたが、後に、彼女が、全員の運命を大きく変えることになることは誰も、想像できなかった。 任務の終わりが見えた頃、上層部によって、彼女らに非常極まる命令が下された節があったが、阿南陸将の絶命前に無効命令であることが確認された。ところが、終戦の象徴とその前に米軍機からばらまかれた、終戦ビラに動揺した少女たちとその少女たちを救おうと奔走していた、マシバラとの間で思いもよらぬ手違いが生じ、悲しい運命が彼らを待ち受けていた。 昭和23年の秋に、マシバが、モ月の元を訪ね、久枝から大根付を受け取り、永久戦犯として捕らえられた、梅津元参謀総長を米軍病院に見舞った。梅津がマシバに渡そうとしたメモを同席していたいがらしに取り上げられた。そこに書かれていた言葉とは、一方、大倉城に戻った小泉は、日本の産業復興資金の調達法や、国内経済に、 有利なエンドル交換レートについてマッカーサーとの交渉中に取得された財宝のありかを取引材料に持ち出したが、最後には、イガラシに突きつけられた拳銃を奪って自決した。やがて偶然にも、米軍工兵が遺産のありかを発見するが、マッカーサーとイガラシがそこに見たものは言葉を失わせる。壮絶な情景で、マッカーサーは、イガラシに生涯にわたるほどの極秘命令を加盟した。 原作では名前の出なかった総長の氏名が設定された。現代のシーンは大幅に変更されている。原作はマシバが死亡することで物語が動き出すが映画ではマシバの現状は不明である。それに伴い原作でマシバの関係者だった丹波やエビサーも登場しない。代わりに金原が死亡することで物語が動き出す。戦中戦後 編集極秘に無反森脇、女学校群主脳 GHQ その他現代、編集金原や井原指しイメージソングはじめちとせ、永遠の調べ。原曲は、スコットランドミニオー、アニーローリー。劇中歌、人を決戦の歌最上80作詞、小関雄二作曲、1944年作品。ありがとうございます。